はい、ということでまずは、普通のメンツコーンやってみたいと思います。今ちょっと倒しちゃったんでちょっとね泡がありますけれども、まあ、どうでしょうか。初めてやりますかね、メンツコーンはね。コカ・コーラゼロ、うわわわわわ、もうすでにメンツコーン、メンツ入れてないんだよ。入れてないけど我慢してるだけ出てきましたけど、さあそしてメンテスね、ちょっと改めてやってみたいと思いますけど、ちょっといくつ入れればいいんでしょうか。わかんないで、まあ3個ぐらいですかね。じゃあね、はい、3個ぐらい入れてみます。3個どうかもしれません。じゃあ入れます。乗りますの動画、わお。ということでですね、普通のメントス、メントスコーラ見ていただいたと思うんですけれども、さてここからがですね、次世代メントスコーラというわけじゃないんですけどね、ちょっとやってみたいと思います。さあまずコップを用意します。ババン、チアーズ。はい、そしてですね、コーラですね。コーラ、さあ、はい、お客があります。はい、いらないね。はい、このコーラですね、まあコーラペプシなんですけども、ゼロね、ゼロが炭酸が増えるみたいなんで、これをですね、ちょっと開けてみますね。で、こちらのコーラをですね、まずはこちらの、グラスに、注ぎます。注ぎました。あ、はい、続いてですね、こちらの油でございますね。こちらの、キャノーラ油、コレステロールゼロ、こちらの方をですね、こちらのコーラに注いでいきます。あ、どうなるでしょうか。さあ皆さんどうなったと思いますか。あ、ちょっと待ってみますのでお答えください。どうぞ。はい、そうです、正解ですね。はい、きれいきれい、どんだけ入れるね。あ、今そうです、混ざんないですね。こちら重さが違うからなんでしょうか、ちょっと性質が違うからなんでしょうかね、ちょっとわかりませんけども、コーラと油ですね。じゃあ混ざらないと。で、混ざらないことがね、わかりましたんで、今日の動画はこれで終わりです。ありがとうございました。あ、違いますね。そうじゃないですね。ここにですね、次世代、メントスコーラ、これからこうやれということでですね、それをやっていくわけですね。さっきね、見ましたね、普通のメントスコーラ。コーラ入れたらですね、メントスと炭酸がバーッとね、吹き荒れてきたんですけども、これを入れたらどうなるでしょうか。ちょっと待ってみますんで、お答えください。どうぞ。吉田のりまさんの鼻からマヨネーズが出る、それは不正解ですね。そんな答えじゃないですね。メントスコーラと、このメントスとコーラと油で答えていただき、もう一回ちょっとチャンスあってます。じゃあどうぞ。はい、鼻から牛乳、違いますね。はい、なぜ鼻からのかなんでしょうね、ちょっと分かりませんけど、まあそんなことどうでもいいんですけど、こちらですね、入れてみたいと思います。でん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 、3 2 1 5、わかりますかね。一応要するにそのメントスが、コーラに反応して、一応いつものパターンにバーって上の方に上がってるんですよね。上がってるんですけれども、油に遮られて上までいかない、そして落ちてくる。すごいな、綺麗綺麗。どうよこれ、どうですか。綺麗、どうどう、綺麗でしょこれ。うわー、すごい、いやー綺麗、ずーっと見てたいね。ね、素晴らしく綺麗でございました。はい、まあそんな結果なんですね。で、これだけでも十分ね、楽しめて綺麗なんですけども、メントスですね、1個しか入れてませんので、ちょっとね、3つぐらいね、入れたいかなと思いますね。していきます。さあ入れます。3 2 1、炭酸がないのか。炭酸の役割終わったんですよ、これきっとね。もうちょっと入れましょうか、じゃあ。これ炭酸足すとどうなるんだろう。うわわ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 わ、危ない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 、わわ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 
れぐらい強くしましょうか。綺麗だよ。大変気をつけて。はい、ということでございますね。メントスと、あ、違うね、コーラと油が混ざんないがゆえに、メントスコーラのね、力が上に行くんですけど、途中で遮られて落ちていくということで、ぐる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 で回ってるっていうのがまた綺麗だなっていう感じでございますね。ありがとうございました。今日はですね、次世代メントスコーラこうやれでございました。ありがとうございました。バイ。いやー、これどうする？どうする？これ飲む？飲んでみる？どうなる？やばいよこれ。プス。飲む？本当にこれ飲まなきゃいけないの？それが YouTuber？ 飲むよ。じゃあコーラと油と甘いのが混ざった味でした。